問題。10ポイントが 66.5 キロの金量で出走した年の日経新春杯、1着の賞金額は。はい、どうも、秘密結社フロム総帥ハッチでございます。今回は日経新春杯ということでね、ハンデ重賞やっていきたいと思います。まあ、ちなみに44年前、1978年、1着賞金は、ね、2100万円だったみたいですね。まあ、現在が5700万円とかですから、まあ 2.5 倍、まあ、結構ね、右肩上がりで JRA も成長してきたということがわかるんじゃないでしょうか。まあ、もちろん物価も上がってるけどね。まあ、そんなわけで、フリーダムザイ予想のポイントなんですが、有力馬のハンデの付き方を見ていくと、ちょっとこれ出走してくるのどうなんみたいなね、疑問がある馬もいると。結構ね、その馬を含めてローテーションの面でね、疑問がある馬がいて、まあ、そういう馬がこの寒い中そのローテでそんな本気出せるわけなかっていう感じで消していけば、まあね、また穴馬券が取れるんじゃないかと。ハンデ戦なんでね、まあボックス買いで三連単5等ボックスな、まあ多分当たるだろう。もうこれはね、もう7年前になりますか、十何万馬券 AJCC で取った時と同じような感じでやっていきたいと思います。まあ、というわけで今回ボックス買いなんで、ネット競馬の想定人気順上の方から順番にね、見ていく形にしたいと思います。ネット競馬想定1番人気ステラベローチェ。いやー、有馬記念から連戦のローテーションはね、結構危険だと思います。特にノーザンファームさんの馬で、ノーザンファームでバッツリ調整してきて、そこから間隔をね、狭めて連続して使うってね、須貝先生結構今年はね、他の馬でもやってるんだけど、使うたびに着順落ちてるし、大体基本的にはね、僕の出資してるレベランスっていう馬がね、須貝先生のところで12月に戻ってきてから3つ使ったんだけど、2着3着11着だったかな、着順落としてるんで、まあそれと同じって言ったら、まあもちろん失礼に当たるんだけど、やっぱりノーザンファームでバッツリ調整してきて厩舎に戻ってきて、そこから在厩で調整して着順を上げていく馬っていうのが今まあ少ないわけですよ。まあそれをね、馬主の意向か調教師もそれに乗ったのか知らないけれども、俺の馬がどうこうっていうのもあるけれども、やっぱりノーザンファームの連戦は消しっていうのが馬券的には今基本線だとは思います。それだけでもまあこれはだからローテーション的に厳しいなというところ。まあそして金量もね、ハンデ57キロっていうのは、まあ小馬で言えば58キロ相当、4歳の1月っていうのは全ての距離でだいたいハンデが4歳馬1キロ対コバということがついてるわけですから、まあコバ58キロ相当のハンデがついたっていうのは、このステラベローチェの G1 2着こそあれど、まあ G3 勝っただけか、でそこから G1 2着3着3着4着みたいな実績の中で、まあこの金量っていうのは正直見込まれたっていうかね、まあ、実績からすれば重めの金量をつけられたというふうに思っています。重めの金量、そして、小回りコースを嫌ってって言いながら、大回りの中山芝2200を使わずにこっち、まあ、一周間余計に開けるって考えたら、どう考えたって AJCC の方がええやろみたいなところはあるんで、まあ、ここまで大切にね、間隔空けて、例えば皐月賞の前も弥生賞とかスプリングステークスではなくって、時の実り記念共同通信杯2月に使ってね、間隔を空けたローテを守ってきた馬がここで間隔を詰めて使うっていうのは、まあ、ローテ的には非常に厳しくなってくるんじゃないかなということでね、まあそれだけで消したいなと。まあ須貝先生が有馬記念の後、怒りの連戦みたいな感じで、年明け指導初戦を、ね、この時期に持ってくるパターンとは言えばね、7年前 AJCC を使ったゴールドシップっていう馬がいましたけどね、その時も1倍台で飛んでくれたんで、まあ、10何万っていう馬券をね、5等ボックスでゲットできました。今年もいただきます、ありがとうございます。その方で僕は賛成ですよ、馬券的には。まあ、そして2番人気ヨーホーレイク。ダービー以来の太鼓馬初戦ってことでね、まあ一トンズあったんだよね。まあ鞍上がね、川田優雅ってことで、今回川田を確保したのは少し勝負係かなって気がします。普通だったら川田は
ダノンの馬が出ていればそっち優先みたいなね約束があるだけに、まあ、金子誠ホールディングスじゃなきゃ川田も確保できなかっただろうというようなね人間関係はありそうな感じですよね。ただねお兄さんお姉さんも対コバってことでは苦戦してるし、ダービー皐月賞での着順って見るとやや厳しかったし、まあその中でね一とんざあった上でのこの寒い冬に休み明けもやる気は起きないよね。まあこちらの方も消しでいきたいと思います。まあ、そして3番人気クラベル、牝馬ながらねこっちへの出走を選択してきました。前回のハンデ戦が前回からねハンデ戦使った後こう新潟記念あたりだったっけ、ハンデ戦使ってからね、クラベル、そう新潟記念、中京記念新潟記念使って3着3着の後エリザベス女王杯3着と、まあこれで金量54キロはまあ妥当っちゃ妥当かな。 G1 3着はね金量増加の対象オープン勝ちとかと同じぐらいのボバ56キロ相当だからこの金量は妥当だとは思います。まあ、そして11月のエリザベス女王杯からのローテ中2ヶ月っていうのは、まあ、中8週7週、まあ、今回8週かっていうローテーションっていうのは、まあ、基本的にはノーザンファームさんとしては一番調整しやすい連戦のローテーションぐらいの感覚ですよね。まあ、なのでね、オープン入りのマーメイドステークス2着で賞金加算して格上挑戦だったからここでオープン入りから4走連続で重賞で馬券圏内を外していないこの堅実さ、まあ、そしてね先週に引き続きの横山のりの、ね、マテンロオリオン見事に勝ってくれましたけれども本命打ってましたけれども馬券的にはね2着抜けだったけどね、まあ、そんな感じでねのりさんを信頼して今回も印を打たせていただきたいなというふうに思っております。今回もよろしくお願いいたします。そして4番人気フライライクバード、前走昇級初戦のハンデ戦ではあるんですけど G2 のアルゼンチン共和国杯3着でこの3着から今回金量据え置きなんですよね。まあ、ジュノープンの勝ち方が良かったんで今回も前回から金量55キロという金量になってます。まあ、そしてここでの勝ち馬が、まあ、ジャパンカップ2着というねオーソリティってことで、まあ、アルゼンチン共和国杯自体のレベルも、まあ、低くはなかったと言っていいと思います。上位入選勢に関して言えば、まあ、G2 のハンデ戦だったらもう1回期待をしてもいいのかなぐらいの感覚ですよね。まあ、なのでね準オープン勝ち上がったのもこのコース中京の芝2200ですし、まあ、金量据え置きなら、まあ、再び狙えるのかなということで変えていきたいと思います。まあ、そして5番人気湘南バルディ、前走中日杯中日新聞杯を見事な勝利ということでね、まあ土曜重賞見事にやられたわけなんですけども、まあ、ハンデ戦のね重賞を勝ち上がっちゃうと、まあ、大体次のハンデ重賞金量が2キロ重くなるんですよね。うん、この2キロっていうのはやっぱり効いてくると思います。まあ、そしてハンデ重賞連戦だったんでねここまで前走勝ってしまったことでこれまでの最近の金量より2キロ重い金量で走らなきゃいけない、まあ、前走ねそれまでは先行3番手4番手みたいな競馬をしていた馬がポーンと逃げて勝っちゃって、まあ、前走逃げた馬はその次のレースの回収率悪いですよみたいなデータもあるんでねこれ実際に、まあ、これ無視すると前が壁になったりするやつなんですけども、まあ金量的にも前走ポンと逃げて勝ちをポンと取っちゃったからこそ今回は逆に厳しいレースになるのかなみたいなところでも、まあこれは消しでいいと思います。まあ、そして6番人気ダノンマジェスティ、鞍上がねこれ想定が変わったじゃないんですよ。まあ、別にどの騎手であれダノンはね今年2021年の表彰で最優秀勝率騎手になった川田優雅とほぼまあ専属みたいな約束を去年そういう情報がねこの時期に流れてたんですよね。まあ阪神カップの前にそういう約束をしたみたいな感じなんで1年契約だとすれば契約が切れたのかもしれないですけど、え川田が乗るんじゃないのみたいな感じですよね。ダノンマジェスティここに出てくるってことは、ところがまあ想定機種が岩田未来、まあ、もちろんね岩田未来だって若手でね一応まだ期待されてる若手ですからここで頑張って勝っちゃえよって言いたいところなんだけれども、結果が岩田未来が結果出てる出てないじゃなくて川田を確保するはずが岩田未来っていうのはちょっと見劣りがするなみたいなところは若干あります。まあ、ダノンマジェスティの前提シャフリアールダービー馬前傾アルアイン皐月賞馬っていう決闘なんですが、逆に言えばもう明け7歳っていうとねこの決闘で
まあ、さらに伸びしろがあるか、オープンまではたどり着いたけど伸びしろがあるかって言われると厳しいところでもありますし、ここは決死でいきたいと思います。そしてモズ流れ星、3走前格上挑戦で小倉記念を勝って、ハンデ重賞を勝って、まあ一応重賞勝ち馬としてのここへの挑戦となりますが、まあ、その後ね、まあ、もちろんあの最期の湘南バルディと同じパターンで筋量がまあ2キロ増えるということになるわけですよね。そしてこの2戦がまあ通用してるかっていうと非常に厳しいところ、まあ、ローカルのハンデ G3 でも筋量増えてから通用してないのに、今回またもちろん一応 G2 ってことでメンツがねもうちょっと厳しくなりますから、まあクラス慣れみたいなものがあったとしても厳しいんじゃないかなということで消しでいきたいと思います。そして8番人気アフリカンゴールド、前走ねまあハンデ重賞2着ということで金量増えちゃった、1キロ増えたんでね、まあ中日新聞杯2着からの相手強化っていうのは、まあ、前走道中1番手2番手の馬がそのままなだれ込む前残りの競馬になって、まあ、それでボーンと勝ち上がっちゃって、で金量も増えちゃってっていうのは、まあ、相手強化とかね踏まえるとちょっと厳しいんじゃないかなということで、ここは消しでいきたいと思います。で9番人気マイネル・ウィルトス、この馬がね前々走アルゼンチン共和国杯の2着馬なんですが、金量は据え置きで済みましたってなってくるとね、まあ先ほども話した通りアルゼンチン共和国杯ジャパンカップではね、その後2着に勝ち馬が来てるわけですから、レベルには問題がないということで、まあ、マイネル・ウィルトスといえばそれよりまあ去年の福島民放杯どっちゃどちゃの不良馬場の中で大差勝ちをしたように、力のいる馬場でもスピードが衰えない、この馬だけなんか別のね、あれのように馬場が重くなろうがこうスピードが衰えずに差をつけていくみたいなね、そういうパワフルさっていうところは重視すべき血統で、まあ、この冬の時期の馬場ですからね、馬場状態によっては特に非常に向いてくると思います。ここは買いでいきたいと思います。で10番人気ヤシャマル、前走ね上がり最速ではあったんですが、まあ、仕掛け遅れと言ってもいいでしょう。ただね、じゃあ今回仕掛け早ければいいかっていうと、オープン入り後のレース全部そういうレースなんですよね、まあ、今回相手も強化されますし、直線だけの競馬しかできないってなってくるとさすがに厳しいのかなということで消しでいきたいと思います。で11番人気のトラストケンシン、まあ、この馬がね昇級初戦の重賞で上がり最速を出しての2戦目と明け7歳なんですがね、非常に興味深いところ、7歳にしてというか6歳の暮れにしてようやくオープン入りしたってこともあって、準オープン勝ち上がった馬って大体普通54キロっていう筋量がつくところなんですが、この馬の場合はまあ勝ち上がったレースのこともあってね53キロと1キロ軽い筋量になってます。まあそれでの前走中日新聞杯がね6着と、まあ、そこから筋量増やすっていうと掲示板にも載ってないのにってなってしまう絶妙な着順で、でも実力を見せたね上がり最速、準オープンの勝ち上がりがハンデ戦だったこともあってね、非常にこう筋量的には幸運に恵まれてまして、上がり2番目か、最速は一応ヤシャマルなんだね。この馬は多分まくってって道中同じ位置からまあ前目を確保できての10上がり2番目の時計3番目か34秒6っていう上がりで、ボッケリーニと同じ足を使っての13番人気6着というね、中日新聞杯のねこの末足っていうのは非常に評価に値すると思います。同じ中京競馬場ですしね今回で、そうなってくるとまあこのね53キロっていう筋量がちょっと中京が去年と同じようなハンデが効く馬場であれば、まあ非常に面白い存在じゃないかなと。まあ万葉ステークス中そして中京で行われた京都金杯とねハンデ戦2つ先週の結果を見るとそんなにハンデが効いてなさそうな気はするんですが、まあそれでも一応末脚にかけて買いでいきたいと思います。まあ、そして12番人気ロードマイウェイ、金層大敗続きでね金量据え置きと、まあ例年11月ぐらいにはね構想しているんですが年明けは振るわないっていうようなね金量構成ですし、まあハンデが前走からね1キロ減って、まあ、非常に狙い頃かなと思ったら、まあそれでもまだ振るわないってことでもう1キロ待ちたい、もう1キロ減るのを待ちたいと思います。で13番人気カセドラルレル、これ回避想定ですね、ネット競馬の想定では愛知杯の方へ、ただねこれねちょうど金量がハンデの金量1キロ減らしてもらえてるタイミングで、勝負服見ると社内のオーナーズの馬ですよね、オーナーズの馬なんで6歳牝馬、
ここか、まあ次この3月までに引退となります。まあつまり引退前ということでの明治仕上げっていうのが期待できるタイミングなんで、まあ買いたいとこなんですけど、まあ回避予定なんでね、愛知杯の方で買いたいと思います。まあ、そして14番人気プレシャスブルー、明け8歳、重賞実績もない馬です。まあ2戦連続でねラーゴムに負けて、オープンではまあ1着3着みたいな感じだったかな。で重賞ではそれぞれ大敗という中でも負けて、まあそれ以下って考えると、ラーゴム以下って考えると、ここじゃ買いづらいよなと。安定してね上がりの足は使えてんですが、後ろからねまあ差を詰めるだけみたいな感じになってるんで、決死でいきたいと思います。で15番人気エフェクトオン、まあ昇級後3戦目ってことになりますね。まあここはそういう意味では狙い事じゃないかと。この馬もね、あのハンデ戦の10オープン勝ち上がったこともあって、通常54キロのハンデが53キロで済んでいると、その結果新潟記念、福島記念ともねハンデ重賞を使って、着差こそ8着5着ですけどね、まあそれぞれそんなに大きく負けてはいないと、ハンデ重賞ではまだ、まあ、通用しそうだなっていうところでの昇級3戦目狙い頃ということで、これはちょっとねこっそり狙っていきたいなと。十何番人気、今ネット競馬の想定人気順で単勝オーズ万馬券ですからね、これ来たら本当に十何万馬券いきますよ。まあそんな感じでちょっと色気を出させてもらって、こんな感じの後藤ボックスで今回は仕留めていきたいと思います。以上ハッチーでした。